はい。皆さん、こんにちは。ネット物販講師の黒沢です。今回は中国のアリババから商材を買い付けて、アメリカアマゾンで商品を販売するという手法を行う際に、商品リサーチを行って、相場価格を調べて、アリババで類似商品を探して、商品ページを作成するまでの一連の流れを、10分の動画の中に凝縮してお伝えさせていただきます。日本アマゾンで商品を販売する方にも共通して言えることがふんだんにありま いますすすのででででよろしけけれればば最後まままごいいただければですでは早速商品リサーチ始めていきます、ま、ずは、なんとなく頭に思い浮かんだキーワード、ソックスフォアウィメン、女性用の靴下で検索してみました。検索結果が2万件以上あります。amazon のお客様は、基本的に1万件以下の検索結果上から、どれにしようかなで商品を選ぶ傾向がある点を頭に入れておいてください。取り急ぎ、この検索結果上で気になる商品を見てみます。 こちらのハートがついている靴下のセットが可愛いなと思ったのでピックアップしました。次のステップです。一つ具体的な商品を見つけられた後は、この商品はお客様がどのようなキーワード群で検索するかを考えます。と言っても難しいことではなく、商品のタイトルにある重要なキーワードで検索すればよいということです。基本的にお客様は3単語から5単語で商品を検索することが多いので、取り急ぎ商品の一般名称 であるクルーソックス。特徴であるアンクル。 デザインであるハート、そしてターゲット層であるウィメンズ、この5単語で検索をかけてみます。検索結果が690件と出ました。1000件未満の検索結果上で相場価格などをチェックしていくのは難しいので、一つキーワードを減らして検索結果を増やしていきます。今回の場はアンクルというキーワードを削除して改めて検索してみます。今度は検索結果1000件と出ました。数千件以下、1000件以上の検索結果で、かつ検索キーワード群と関連 した商品だらけになっている検索結果上ではお客様の傾向や相場価格をチェックすることができますこの検索結果上だと女性用の靴下は比較的短いものが売れていてかつ5足6足のセットになっている商品が売っているまた一般的なコットンの靴下に関しては9.99から14.99ドルが相場価格だと言えます相場価格は点ではなく範囲と考えてくださいこの検索結果を見て改めて商品の性 を行います今回は大きく分けて3つの選択肢が思いつきました。1つ目はスタンダードなハートのマークがついている短めの靴下を選ぶ。2つ目はあえて長めの靴下を選ぶ。3つ目は少し特徴的な靴下を選び差別化を行う。どの選択肢がが正しくててそれ以外が間違っいいるという話ではありませんただ、より具体的に商品が決まったらその商品の特徴キーワードに入れて改めて検索してみる必要があります。例えばこの靴 靴下が面白いなと思った場合はレタスというキーワードを入れて、ウィメンズ、レタスソックスで検索し直してみます。検索結果は381件と相当絞られてしまいましたが、ハートというキーワードを入れていないにも関わらず、レタスソックスでハートの柄がついているものが上位表示されていて、かつレビューも223件ついていることから勘案すると、こちらの商品のようにハートという特徴と、レタスという形状の特徴を持った靴下を販売すると、どちらのキーワードを辿っても お客さんが自分の商品ページに来てくださる可能性があると言えますただし一点問題があります amazon で販売するときに15ドルを下回るような単価の商品は利益が出づらいですこれは amazon の倉庫に商品を入れて販売する際に商品が売れるたびに15%から17%の販売手数料を取られるだけでなく配送する時の配送手数料の一部小さかったり軽い商品は3ドル以上大きな商品は7ドルを超える手数料 アマゾンに徴収されてしまうことに起因します先ほどのハート型の靴下もそうですがこちらのレタスソックスも3足セットで9.99ドル前後だと思われますので少なくとも5足や6足セットにして1回の注文あたりの単価を上げる必要がありますこれで商品と販売方法の目星がつきました早速アリババで類似品を調べていきましょうここが重要なポイントなんですが全く同じ商品を探す必要はないですむしろすでにアメリカアマゾンで販売している 商商商商品品品品品とと少し違った商品を出出すす方がが新規出品するののので別の商品ページとはいえ同じ商品の価格競争起この動画下に貼っておきますが Google Chrome の拡張機能でアリババ上で類似商品画像を検索する機能があります。画像にカーソルを合わせると左上にアリババという虫眼鏡のマークが出てきますのでこちらを左クリックしてください。その画像を使って自動的にアリババで類似商品を検索してくれます。繰り返しになりますが全く同じ 商品を買いいける必要はないもののさらに文字検索結果をとりあえず右クリックしてこちらのページを日本語に翻訳します。Google Chrome に Google 翻訳の拡張機能を入れているとこのように右クリック翻訳することができます。検索結果を見てみてこの商品の特徴を表すキーワードがどこにあるのかを調べます。今回の場合はキノコというキーワード、エッジソックスというキーワード、そしてショートチューブというキーワード、 これらが商品の形状に関すする単語だとというここがわかります女性用靴下、キノコ、ショートソックスこの3つの単語で検索し直してみます。アリババはアマゾンと比べて検索の精度がものすごく悪いので、最大3単語しか検索できないと考えてください。4つ5つと単語を入れてもしっかりとした検索結果は出ません。アマゾンで調べた商品のことを思い浮かべながら検索結果を調べていくと、ハート型のショートソックスで女の子用のもの が出てきました。少女と書いてありますが、この靴下のサイズを見てみると23センチから25センチとありますので、大人用の靴下として販売することも可能です。この商品は単品でそれぞれ販売していますが、まさにこの写真のように6足セットで販売することによって理想の販売方法になると言えます。一点注意点なんですが、こういった可愛らしい靴下の場合、赤ちゃん用の靴下も見つかると思います。しかし、ベイビー、赤ちゃんのカテゴリー カテゴリーから我々は出品することができないと考えてください正確に言うと赤ちゃんのカテゴリーから商品を出品するためにはその商品の製品品質証明書など公的な書類を出す必要がありますアリババから買い付ける我々がそのような書類を用意することはなかなか難しいので赤ちゃんのカテゴリーの商品は出すことができないと考えてください最後に新規出品する際の商品名画像そしてこの下にある簡単な 商品のの特徴の書き方について説明しますまず商品のタイトルですが、この商品のタイトルをそのままベースとして、他の複数の類似商品、できれば20以上の商品のタイトルを全部このように羅列していってください。ちなみにこちらの Excel 表は、私のホームページの生徒専用サービス、商品ページ作成代行をクリックしていただくと、こちらからダウンロードすることができます。ダウンロードしていただいた Excel ファイルの使用ツール書中 注意シートをクリックするとワードカウンターというところがありますので url をクリックしてください出てきたページの空欄に羅列した商品名を貼り付け単語を数えるをクリックしてください下の方に検索結果が出てきます上5と書いてあるのを上40に直していただくと上位40位までの頻繁に使われている単語が抽出されますあとは類似商品の商品名をベースとして丸パクリしては良くないですからこちらの単語を入れ替えたり品質単語なんだ けれども入っていないキーワードを継ぎはぎしていけば商品名の完成です次に商品の仕様です1行目2行目については google 翻訳を使ってお客様が知りたい重要な情報を簡潔な単語で書いてください例えばポリエステル100%だとか高さ何インチだとか足の大きさがいくつからいくつまでといった情報ですそして下3行は類似商品でかつ比較的長めのものを拝借すれば ok ですただしこちらも当然マ 丸パクリしてはいけませんし、自分の商品に関係のない説明を入力することもダメです。よって Google 翻訳を使って使用しても良い文章かどうかを判断してください。例えば、スポーツデートに最適という単語については自分の商品でもそのまま使えそうですから、こちらの英文はほぼそのまま使用していく流れになります。こちらの商品の使用の下の方はお客様が読むことはほとんどありませんし、かといって、 で SEO 対策要するに文字検索した時自分の商品が上位表示されるか否かを司る重要な要素にはなりますので省略せずに類似商品から拝借してでも埋める必要があります最後に画像です基本的にはアリババの商品ページから拝借していきます動画下の概要欄に url 貼っておきますがこちらも google chrome の拡張機能で右クリックしバッチダウンロードをクリックするとその商品ページのすべての画像を一つ一つバ バラで抽出することができます各画像右下の下向きの矢印をクリックするとそのまま画像をダウンロードすることができますというわけで今回は商品リサーチ相場価格のチェックアリババでの類似品検索そして簡単な商品ページの作成方法まで一気に話をしていきました最後までご清聴くださりありがとうございます失礼いたします